はい、どうも、メスです。今日はですね、タイトルの通り、そう、バルセロナスカットで遊んでいきたいと思います。でですね、ちょっと悩んだんですよ。まあおそらく、皆さんね、俺のチャンネルよく見ていただく方はご存知かと思うんですけど、俺ってあんまりドリブルとかしないんですよね。パスで、繋いでね、崩すみたいな感じでいつもやってるんですけど、ネイマール新しく登場したじゃないですか。勝ちはもちろん目指しますよ。勝ちはもちろん目指すんですけど、もうやっぱネイマールってやっぱドリブルじゃないですか。で、トレーニングモードでね、ちょっとドリブル練習したんですけど、よくわかんないです。はい。よくわかんないんで、スティックね、ガチャガチャ動かしてると割といろいろフェイント出るんですよ。はい。なので、ちょっとね、今日は積極的にね、ネイマールのドリブルを活かして、勝ちに向かってね、頑張っていきたいと思います。はい、ということで、お相手さん、エリート1の俺より若干レートの高い866の方ですね。俺が今863ですね。いや、だからね、結構前回のね、動画でも、ホーランドの時かな、いつの時だったかな、話したんですけどね、若干俺のね、最高、一つのね、目標としてるエリート1、レート900からなんですけど、ちょっと狙える位置なんで、あんまりね、ちょっと遊び、すぎることもできない。さっきもね言った通りですけど、最大限ねネイマールのドリブルをしつつ、やっぱね勝ちにはこだわっていきたいね。はい、ということで、どうだろうね、ポジションも OMF とかでも良さそうだけど、とりあえずちょっとね、得点一番取りやすいセンターフォワードね、やっていきましょうか。 OK、 いきましょう。しゃあ行くぜネイマール。よし、早速やっていく。はい、まずはニアコンからの、はい、攻めてこない。はい、誰もいないところでダブルタッチ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。はい、落ち着いて。はい、待って、そこは通らない。一回マテウス戻す。ここでネイマール預けたいけどな、ちょっと警戒してますね、やっぱり。おおお、いける。はいはい、うわすごいネイマール。見ました、鮮やか、すごい、まさかこんなにいい感じのゴールが早速決まるとは。俺だけ完璧やで。はい、ネイマールからクライフへ。そう、いいよ、決めるぞ。いった、よっしゃー、ナイス。やばいやばいやばい、あさらっと入れられた。やばいやばいやばい、うーわ、追いつかれた。やばすぎん、やばすぎん、うーわ逆転されました。ネイマールのさ、デビュー戦でさ、あんな素晴らしいゴールをして、いや負けれねえよな、さすがに。いや、こっから頑張るぞ。大丈夫大丈夫大丈夫、おい取れよドンちゃん。オーケーオーケーオーケー、やばいかもやばいかもえ、なんで中田さん下がった、今取れなかったかな、今怖いなぁ。裏かな、あーサイドね。オッケー、でもクロスは上げてこないと見た。オッケーオッケー、いいよ、取れる、なぁ大丈夫。うわぁそれはえぐいで。いった、よしドリブルもクソもねえし、ただのこぼれ球だけど、ナイス、ネイマール2点目。やばいやばいやばい、ガチでミスってる。おお、中田ナイス。はい、おいおいおい、ああ、ファール、お、ああファール、審判、南アフリカ戦の審判ですか。2分、マジで時間ない。頼む頼む、つながれ、ドラッペテル、よし、ネイマールにつなげるぞ。ネイマール、疲れてる場合じゃねえぞ。
い、ということで2試合目いきたいと思います。いやー、いや俺はでも確かにシュートボタンを押してた。いや、だがシュートは放たれなかった。なんだこの相手。もう次回作に行ってんな、頭が。おー、負けると思ってんだか、おい。ふざけんなよ、今を生きろよ、おい。ちょっと待って、こうして、ロマーリオをルンメニゲにしますか。で、ここちょっと変えるか。こうしよっか。はいはい、これで行きましょう。オッケーだ、行くぜ。いや、でもさ、1試合目もちょっとなんか見せ場がなかったというか、まあ、初っ端のね、あ、やばくね、初っ端のゴールはかなり良かったけど、やっぱりね、なんかな、ちょっとチキってる感はあったよね。もうちょっと積極的に、なんかドリブルで仕掛けたいな。ネイマール。やばくね？危な。え、ちょっとやばくね？ぐらーね！無理だろうが。はい、行くぜ、ネイマール。そう！こういうことだ！二人をかわしていく。さあ、取られていく。やばすぎるー！ちょ、待って、やばい、やばすぎんか、これ。やばすぎる。ちょ、待って、マジで負けたくない。やばい、これは負けたくない。来ただろ、よーし。オッケー、とりあえず行って。よーし、ちょっと待って、ネイマールのドリブル一回封印。まずは点取る。やばい。あぶねえ。おい。来るか？いやー、惜しい。嘘だー、もうやだー。もうやだー、めっちゃ点取るやん、相手。半端ないって。それ無理やん。それは無理やん。そんなん無理やん。いや、今のは無理ガチで。あんな無理やん。はい。ということでね、ちょっと皆さんにお知らせがありまして、ちょっとまず見ていただきたいものがあるんですけれども、はい、こちらです。はい。ですね、レートの方が、冒頭でね、話したと思うんですけど、860あったんですよ。はい。810になりました。はい。ですね、私は気づきました、ここで。はい。できもしねえことを、やっぱやってはいけないと。はい。それをネイマールが教えてくれた。うん。なんかね、変に見せようとすればするほどうまくいかなくて、で、なんかね、リズムがすごく悪くなって、なんか点入れられて、みたいなのがね、ずっと続いて、まあ、これだけ負ければね、ちょっと気づくよね、俺もね。うまくいったのは、もう1試合目の一番最初のゴールだけ。よし。ということで、ちょっと普通に行こう。最後ね。はい、普通に行きます。オッケー！よし。こういうことです。あ、やべ、パフォーマンスしちゃった。こういうことです。こういうこと。やっぱやり慣れない。どうした？なんだ。あれ？びっくりした。なんか不穏な動きが。お、なんだ？おい、なんだ、取りかご？おい！一点負けてんだぞ。あ、じゃあ取りに行かないよ、俺。いいっすか？俺取りに行かないよ。どうする？君の負けだけど。ははは。いいですよ。君の負けだけれど。これ相手投了かな？ネイマールの強さ。いや、メッシか、決めたの。投了ですか？いや、いいですけど。いや、俺いいよ。マジ取り行かねえよ。おい、ビビってる。おい、カーソル変えただけでビビってんのか？おい。おい、ちょっとずつ近づけ。あはははコーナーだよー。さあ、ネイマールに出す。おい。おい。おい、できもしねえドリブル、おい、やってくぞ、おい、動かしてねえやつよ。おい、めっちゃ抜いてるよ。はい、めっちゃ抜いてる。はい、めっちゃ抜いてる。おい、あ、おい、おい、はーい、はい、こういうこと。え、何？どうした？え、な、な、
はい、はい、ネイマール、ネイマール、テテテテテ、ネイマール強い。いや、てかさ、放置やん。どうした？え、なんで？なんで？あ、ポンコツってチーム名か。うん、ポンコツだな、お前は。あ、え、なんで？一点決められたらもう投了ですか？早くない？さすがに。じゃあちょっとさ、これ相手放置してるし、ネイマールのかっこいいゴール選手権やろっか。はい、あー、オッケーオッケー。相手放置してるから、いかにネイマールでかっこよく決めるか。あ！選手権が終了いたしました。